皆さんこんにちは 7L4WVU です。この動画チャンネルはアマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で初心者向けの講周波回路の実験トランシーバーやアンテナの制作やアイデアなどについて紹介していますまず今回の動画は 144MHz や FM 放送受信で使える小型ループアンテナについて紹介します このアンテナを作ろうと思った時は、人目につかないアマチュア無線システムでいろんなところから電波を出してみたいと思ったことからです。もし、こういうシステムができれば、都心の高層ビルや、ポタで運用が難しい有料庭園からも気軽に電波を出して楽しめるのではないでしょうか。そして、カバンに入れたまま運用できるアンテナを考えて作ってみることにしました。動画の内容は、 構造や性能そして実際に運用した結果について紹介します最後には実験テーマとして新幹線でフティの受信をしたことなどにも触れていますまずアンテナより先に運用周波数などどうするのかについて考えましたカバンに入れて運用できるアンテナということだと単波帯はちょっと難しそうです VUHF 帯では、 最近流行りのポタ運用では多くの局が待機していますので都心の有料公園からでもサービスできそうに思いますそして高層ビルの展望フロアなども想定して 144MHz の FT8 で考えてみることにしました小型で周囲の影響を受けにくいアンテナとしてはここに示す磁界ルップアンテナが適しているようです MLA で検索してみると ほとんど構造は同じでで左ののの写真のようなもがが見ることができました。構造は右の図のように胴体でできたループと共振周波数を調整するためのバリコンが見られますサイズは波長の10分の1から1 20分の1程度の小型ループが一般的なようですそして指向性はループの面に対して垂直方向に感度が高く 雑音に強いという特徴があります。前の図からアンテナの原理は少しわかりにくいので理解しやすいように書き直してみます。左の図のループがコイル、C がバリコンになります。回路図に書くと真ん中のようになります。これは右図のような同調コイルと同じようなものとなります。つまり日ループに給電した電波を L と C の共振回路に結合させて空間に放射するというものであると考えると分かりやすいかとまたこのアンテナはバリコン部分のインピーダンスが高くなることから高圧のものが必要ですそして構造面ではバリコンやニジルップをどのように固定するか製作上のポイントとなります今回少しでも簡単に作れないかということで 少し前に紹介した EFHW アンテナの給電部が使えないか考えてみました。EFHW アンテナは、左の図のように、ハイインピーダンスの半波長のワイヤーを50オームに給電する仕組みになっています。これをループアンテナとバリコンのループに置き換えると、ループと C2 の共振回路でハイインピーダンスになるのは、バリコンの両端になります。ここに、 EFHW アンテナの給電具を接続すれば、マッチングが取れるのではと思いました。そして、真ん中の図の C1 と C2 は並列なので、右の図のように一つで良いだろうとシンプルに考えています。そういうことで制作したものは、写真のような直径が異なる2つのものです。直径 21cm は、次回ルックとしては、 144MHz だと大きすぎると思いますが、FM 放送や 50MHz も使いたいと思い、バリコンで周波数を簡単に可変できる構造としました。また、直径 13cm のものは、内部にトリマコンデンサで 144MHz に同調をとっています。右図が製作品のデータとなります。ループは直径が 2.5mm のエナメル線を使って、 両端に圧着端子を取り付けてネジで固定しています。なお、この洗剤は、焼損した電源トランスを解体して流用したものです。また、バリコンは、ここでは、ポリバリコン、おそらく3ワット以上で使うのであれば、体圧の高いエアバリコンなどが必要になるので注意してください。この写真は、直径が異なるアンテナを並べて、 SWR 特性を測定したものです直径が小さいものはバリコンの容量が増えるため帯域が狭くなっています VHF 帯になるので Q はあまり高くないようですが左のアンテナのダイヤルを回すと FM 放送などもよく聞こえました次のスライドはそれぞれのアンテナゲインを測定したものですここで、 先に紹介した EFHW アンテナも同じ条件で比較してみました。測定は自宅の庭でアンテナアナライザーの周波数を固定した電波を使って3メートル離れたところで RSSI レベルを測定しています。EFHW アンテナは垂直ダイポールとほぼ同じと考えられるのでダイポール比の利得が求めることができます。アンテナ利得としては この表のように直径 21cm のものがダイポール比でマイナス 6d シベル直径 13cm のものがマイナス 11d シベルとなりましたまた電解強度が最小になるのはループ面を信号発生器に向けた時でフロントサイド比は5から 6d シベルあるようでしたここからは運用結果となりますこのミニループは微徳が小さく さらに、カバンに入れることであまり期待はできませんが、いろんな場所で試してみました。まずは、JR 大阪駅のノースゲートビルの14階からです。この場所は無料の展望スペースがあり、無線も禁止されていないのですが、休日は天気が良いと子供連れでかなりの人混みとなります。こういうところでも目立つことなく、カバンに入れて座って運用できるのが、このアンテナの良いところです。 実験なので、いつものように1ミリワットでフティエイトで運用しました。淡路島まで飛んでくれたので楽しめそうです。また、FM 放送も受信してみたところ、100キロメートル以上離れた香川県の FM 局なども聞くことができました。次に、東京の高尾山での様子を動画でご覧ください。すぐ周りに大勢の登山客が座って休憩されていますが、 横に置いても目立つことなく運用できました。 動画はいかがだったでしょうかこのアンテナを使うといろんな実験ができると思いました新幹線で高速で走っているときに FT-8 の受信波はどうなるかということも見ることができました 左の写真のようにアンテナを設置して新横浜から小田原方向へ走る車内で、関西の局と更新中の都内の局が受信できました。アンテナ指向性からサイド方向ですが、スペクトルを見るとノイズはあるものの、移動中でもほとんど QSB はなく受信できているのがわかります。今回は実験できなかったのですが、真横方向から来る電波があれば、ドップラー効果なども観測できるかもしれません。 皆さんはどのようなアイデアがあるでしょうか。色い々ろいろ楽しめそうですね。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自分が制作した作品の他にアマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。